空地神社は、北海道美梅市のほぼ中心に鎮座する神社本庁法かつかの神社で、旧社格は、建社。1891年、この年、東田兵の砲兵隊が配置され、騎兵、公兵の特化隊移住による改村と同時に神社が、創始された。1894年10月、東田騎兵隊160個と、市街地有志が神社を造営。 1901年9月16日、無格社に、列格、社名を、美梅神社から、空地神社に改称。1903年、新社連絡生、トンデン兵隊本部に隣接する現在地に移転。1911年12月28日、孫社に、列格。1925年2月16日、新社連絡生、豪社に、列格。 1933年8月12日、県社に、列格。2009年4月、第16代宮寺が就任。これをきっかけに諸事情から、衰退状況にあった神社を再興、活性化すべく、同年8月に、宇治古海が、新たに結成され、9月11日、途絶えていた三子都魚が8年ぶりに復活。2011年8月、 第16代宮司は兼務という実情のため土日のみの常駐だったこともあり、正式に第17代宮司が就任。ありがとうございます。